どうも、サーガンです。ということで今回は中田翔選手が巨人に電撃トレードされた件について阪神への影響などを考えてみたということでね、今日発表されました中田翔選手の電撃無償トレードについて、まあ、これからね阪神タイガース巨人とこうペナントどうなっていくのかっていうことをね、まあ、ちょっとねお話ししていきたいなと思います。ということで早速行ってみましょう。ということでまだ何も知らない方のために説明しますと、今月8月の4日中田翔選手はね日本ハムで暴力問題を起こしまして、で現在出場停止処分になっていたんですけども、その中田選手を今日20日読売ジャイアンツが無償トレードで獲得しまして、本日20日付でその出場停止処分を解除したというねニュースが今朝入ってきたんですけども、まあ、もしかすると今日出場停止処分解除されたっていうところと、まあ、スポーツ報知の公式ツイッターで本日東京ドームで一軍練習に参加しまして、その状態を見て出場選手登録をするか判断するっていうツイートがあったので、もしかするとねもう本当に今日にも出場するかもしれないということで、まあ巨人はね次阪神と戦うのが9月の3日なんで、あと2週間はね中田翔選手と対戦することはないんですけども、まあ、ペナントレースね今 A クラス混戦なんで、中田選手が入ってそのままの勢いで9月の3日首位攻防戦とかになったらかなりね苦しいなと、まあ、思いますよね。まあ、このトレード果たしてどうなるのかというところなんですけども、まず今シーズンの中田翔選手の成績をご覧ください。こちら39試合135打数26安打41打点4本塁打、打率1割9分3厘、出塁率が2割7分3厘、長打率が3割4厘、 OPS が577ということで、まあ今年32歳の中田翔選手、まあ、今シーズンはまあちょっとかなりね、まあ、苦しんでる印象ですよね。こちら年度別成績も見ていただきたいんですけども、まあ今年はねこうやって見てもだいぶ不調という感じなんですけども、まあただ去年ねキャリアハイの31本塁打、100打点も超えてますし、通算261本塁打950打点の選手がね、まあ、同じリーグに入るっていうのはやっぱりねもうめちゃくちゃ怖いですよね。まあ中田選手はね去年ベスト9ゴールデングラブ打点王も獲得してまして、ベスト9は過去5回、ゴールデングラブ賞は4回、打点王は過去3回もね、まあ、獲得してます。ということで、続いて阪神戦の成績ちょっとね今回まとめましたんで、見ていきましょう。こちらまあね、まあ、その年の調子にもよりますし、めちゃくちゃ苦手っていうわけでもないですし、めちゃくちゃ得意っていうわけでもなかったんですけども、まあ本当にほぼ毎年のようにね打点は記録されている感じですね。で今年はね、まあ、3連戦の初戦の試合で中田選手がねこう腰痛か何かで負傷交代したので、まあ、2打席しか対戦してないということでね、まあ、今年のデータもなかなかないという感じなんですけども、まああと考えられる阪神への影響はやっぱり本拠地が東京ドームになるっていうことですよね。まあ札幌ドームではねフェンス直撃だった当たりが東京ドームやったらスタンドインする場合もありますし、まあ、今シーズンホームラン中田選手4本打ってるってさっき言ったんですけども、今年東京ドームで8試合しかやってないんですけども、その4本のうち2本が東京ドームでのホームランなんで、まあ、もしかするとね本当に去年キャリアハイでしたけど、去年以上のねホームラン成績になるかもしれないですし、まあこうただ単にね球場の広さもあるんですけども、まあ相性とかもねこう東京ドームあるかもしれないですし、まあ、あとはポジションですよね。同じファーストだと中島選手、ウィーラー選手とか、まあ、北村匠選手、勝木選手とかと、まあ、勝負になると思うんですけども、まあ、代打になるのか、まあ、スタメンでね起用されても中田選手守備うまいですし、まあ、どう使ってくるのか原監督がっていうところが、まあ、個人的にはね、まあ、気になってますね。では今回阪神ファンの皆様に、中田翔選手の今回のトレードについてどう思うのかということを聞いてみましたんで、紹介したいなと思います。これ以上ないくらい巨人が巨人してるなと思っただけですね。それこそ倒しがいがあるし、勝った時嬉しいからいいんだけど、腰の怪我さえ治れば普通に戦力になりそうから、阿部二岡監督がこのメンツでは中田もおとなしくするしかなさそう。ネットニュースでパリーグ最下位からセリーグの優勝争いに食い込むって言ってる人いっぱいいたけど、優勝するのは阪神だから別に関係ない。若手出るまくなくて草。阪神戦だけやたら打点稼ぎそう。うん、普通に怖い。普通に怖い。やりよったな巨人って感じです。清原さんみたいに巨人の番長になりそうで、阪神ファンからしたら怖いですね。坂本さんと中田さんで巨人を引っ張っていくのが想像できますね。これにつける阪神戦では打たないでください。ということでね、今回紹介できなかった方もぜひねこの動画のコメント欄にね皆さんの感想を書いていただければなと思います。よろしくお願いします。このチャンネルでは阪神タイガースについてのね動画生配信普段やってますんで、ぜひ阪神ファンの方は特にチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。さようなら。